バトルロワイヤルスタートじゃ。どうぞどうぞ。いや早いよ早いよお前ら、嘘だろ。皆さんこんにちは。こんにちは。本日はなんとくたばる在日まで初めての虫捕り大会が開催されております。大量にもうゴキブリ手にしちゃってるんだが大丈夫かな。開催時間は夕方6時まで、受付は広場前のテントとなっておりますので、どなたもご参加くださいね。そもそも一ついいか、勝手に島民代表の許可得ずに開くんじゃねえよお前。では今日皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ほぼ毎日役に立ってねえんですがそれは。にゃーいということでやってまいりました。誰？おとらむくどももねえ様、ごきげんよう。グワルだ。はい、ということで在日までの1日がスタートいたしましたということですね。本日ね、こちらの虫捕り大会が開催されたということですね。まあ、この在日島もね、今盛り上がっておりますよ。でね、まあ、今回普通にね、虫捕り大会をやってもまあ面白くねえんでね、今回ちょっといろいろと実験をしたいなと思います。もうこいつはね、虫のことにしか頭がないわけですよ。もうこういう感じですね。で、この虫ね、今誘導していきます。ね、こっち来いこっち来いと。でこの誘導っていうのがね、なかなか難しいんですけども、虫を誘導する方法っていうのがありまして、こういうところに、こうやってどん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 、崖を作ってあげますよね。そうすると、どんどん虫って、自分のね、誘導したい方向に動いてくれるんですよ。でこれ利用しますと、まあ、このようになりますよね。で、ここに穴開けまして、はいはいはい、どんどん行け、どんどん行け。はい、入りました。はい、はい。は？さっきまでね、こんな感じになってたんですよ。は？ふざけんなよお前。しょうがねえなあ。もうここにじゃあ虫集めてこうデスゲーム開催するしかねえじゃねえかよ。なんだよなんだよ、あそこにさ、たくさんさ蝶々集めて、それでなんか面白い動画作ってやろうと思ってたのによ。おい虫じゃねえよ俺、振るなこっちに網よ。ということで皆さん、ちょっとねいろいろとありまして、このような形になりました。いやどうでしょうかこちら、虫捕り大会で外に出てきている罪人どもが多かったので、まあ、このようにね一つの場所にこいつらを閉じ込めてやりましたよ。でね、僕ちょっと考えたんですよ。こいつらってこの虫に対してもう並々ならぬ情熱を持ってるんですね。こいつらね、虫を見たらもう真っ先に駆け寄って虫を捕まえようとするんですよ。でもまあ捕まえられないと、まあそこはご愛嬌ですね。で今回ね、まあ、こいつらにはもうちょっと自制心を俺は持ってほしいなと思うんですよ。やっぱ虫を見たからって虫に飛び込むっていうのはもう愚行でしかないんですよね。なので今回ね、まあ、この周りに落とし穴の種をばらまいときますよ。ね、出ました、落とし穴の種。でこいつらがね虫に駆け寄ったら自動的に死んでしまうというねシステムを構築しようかなと。だこいつらが、まあ、自制心を持ってちゃんとね虫がいても、まあ、冷静に対処できれば別に落とし穴落ちることはないんですよ。いつもはね毎回毎回死んでしまうという、まあ、僕のこの動画でございますけども、今回はねこいつらの行動次第で、まあ、死ぬか生きるか決まるという。なので早速ねこちらに落とし穴の種設置していきたいなと思うんですけども、まあ、その前にね僕まだ虫捕り大会やったことないんで、まあ、普通にねどういうものかっていうのをちょっと自分自身も体感してみようかなと思います。いやじゃあちょっとやってみるか。いや虫捕り大会開催中だぞ。夏ならではのエネルギーに満ちた虫との触れ合い楽しみすぎる。虫捕り大会のルールは簡単だ。制限時間3分以内にとにかくたくさん虫を捕まえるだけ。これは魚の方と変わんねえな。じゃあちょっと捕まえるか。こいつらねちょっとまた動画で使うんで、ここの捕まえないようにしときましょう。あー痛い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 、ゲット。あ、お兄ちゃん、お前ヤンマじゃんお前。おいヤンマ、お前ドブ川の方行くなお前。おい俺ゲット。いいね。あ、これあれだね、違うんだね普段とね。普段だったらあーヤンマじゃんけーっつって言うけどね、言わないね。あ、ヤンマどんどん捕まえてから、ヤンボマボ天気予報だからね。まあこのような感じでね、まあ捕まえていくと、テンテュウムシゲット。よし、これで OK かな。あまあ6匹と。まあまあ普通。おい、なんつうタイミングで虫は見壊れてんだよ。結果発表。ね、何匹、まあ6匹捕まえましたけども、8ポイント。あ、なるほどね。で、まあなんか10ポイントぐらい貯まると、まあ前回の動画で使用したね、ゴキブリちゃんがゲットできたりとか、まあムカデのおもちゃがゲットできたりするらしいんですけど、まあ今回のね、まあ、僕のメインはこっちですよ。これよ。今虫がいるからね、この中に。なので、この虫たちが欲しくて、
こいつら今ね、目を輝かせておりますよ。けだもののようにな。なのでね、この辺に落とし穴種埋めますよ。16個用意してきたからね。もうここで今回もう爆発させっから。ということで、いかがでしょうか。16個落とし穴種埋めさせていただきました。こいつらがね、冷静な意識を保っていれば、この落とし穴に落ちることはないんですよ。で、見てください。この目つき。まさに野生の動物。こいつらがね、自分たちの本能をどこまで制御できるかっていう話ですよ。じゃあ早速、もうなんか地獄のような状況になりそうですが、こちら、開けさせていただきましょうか。タンタンなんかな、お前気をつけろよ、タンタン。なあ。じゃあ行くぞ。バトルロワイヤル、スタートじゃ。どうぞどうぞ、お前ら。いや、早いよ。早いよ、お前ら。嘘だろ。ちょっと待って、早い。ほら、ほら。見ても、フランソーが。勉強したか勉強し、勉強ができてない。なあ、フランソー、お前、学習しろよ、お前ら。お前ら、学習しろ、お前ら。なあ、おい、豚。おい、マジかよ。ちょっと待って、ガックも。嘘だろ。誰も、誰一人として学習しねえ。あ、ちゃんとレイチェルは学習してるな。ああ、ちゃんと虫んとこ行けたか。ああ、いや、いい感じだ、いい感じだ。ああ、もうガック出た、取れたか。ほら、豚もだよ。いや、もう、阿鼻叫喚ですよ、これは。ねえ、地獄のような、地獄絵図だよ。とんでもねえ状況になっちゃってるよ。まあまだね、もうちょっと残ってるけど、うん、まあそれをね、くぐり抜けて、ちゃんと虫をゲットできるかっていう話もありますからね。ほら、もうタコリーナも。な。いや、あと、6つ。あと6つ。いや、タンタ危ないぞ。タンタ、豚が、せ、豚、いや、かっくん落ち着き、かっくん落ち着き。おい、マジかよ。豚が自分の身を挺してタンタンを守ったぞ。かっこいいけどな、タンタン。だが、タンタン、ここで死亡。マジかよ。あ、待って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 、ね、いつの間にか、そこ穴開いちゃってんだけど。嘘。待って、俺今ミスって消しちゃったか、そこ入るときに。まあいいだろう。まあここにまだ残ってるからな、たくさんの生贄たちが。あ、もう3で。すげえな。すげえ、こんなに落とし穴大量に見るの初めてだぞ。いや、タンタン、守ってやれ。ハムカズ、守ってやるんだ。タンタンのこと。な、お前が、お前だけが頼りだ。お、だが、回避していく。あ、いいじゃん、タンタン。ねえ。あと二つ残っているが、この二つ落ちるやつはいるのか、果たして。ねえ、もう、虫とかもうどうでもよくなっちゃってもんな、こいつらも。もう怒りで頭がもう沸騰しちゃってるからね。いや、あとこの二つ、誰が落ちるのか、もうすごいよ、みんな。感情の高ぶりが、半端ないよね。あ、待て、素敵な人来たぞ。捕まって自らこの地獄の中に入ってくるっていうのがどうなってんじゃんお前ら。なあ、ほら、虫に気を取られると危ないぞ。危険だぞお前ら。そっち虫いるからって。よし。あ、待って待って、ラス1結構、待って、リーチかかってるやついるよ。タコリーナ、タンタン危ないんじゃない。タコリーナ、いや来るぞタコリーナ。ちょっとこれ、あ、だが避けていく。いや、さすがですよね、サンデーちょっと怖いなぁ、こいつ。やらかすからな。今回のチャンピオンのやりで、まっすぐ行くなよ。あ、タンタンか。え、あ、どっちが取る？ラス1を。だがサンデーはここで譲るか。レディーファースト。いや、レディーファーストの精神大事ですよ。ただ、タンタンもここで消えていく。だからカックンがそこで怪しいところにいるな。いや、結構ね、これにちょっとリーチをかけてるやつはいるんだが、あ、だがみんな冷静に対処していく。いや、こういうところはね、もうみんなも分かったんだろうな。ここまで落とし穴してようやく学習してきたと。そういうのが大事なんだぞ。今回俺が動画で伝えたかったのは、お前らもちゃんと自制心を持ってね、この島での生活を送ってほしい、ね。そういう気持ちですから。お前らそもそもな、罪人なんだからな。こんなとこで自由に生活できるような、そういう生活は送れないと思っとけ。お前らに自由はないんだからな、この島においては。あと一個がね、誰ももう引っかかんなくなっちゃったね。もうほんと学習したから。場所がちょっと悪いかもな。ちょっと場所変するか。ど真ん中に場所変してみようか。ああ、ちょっと待って。まあ、いい勉強になったろ。お前らも、俺も。今日も動画を見てくれて、マジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。
今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コアラでした。またね。